今回はスタンド付き焼き網250セリアの新商品ですね。シングルバーナー対応サイズでミニテーブルとしても使えるとなっています。サイズの方が縦が15センチ、横が25センチ、高さが12センチということで、まあ、こんな風にですね、足を立てて上にね、メスティンとかを置いて、下にシングルバーナーですねを置いて使うという想定のようです。実際はソロ焚き火台として使いました。セリアから110円で出ました。中身をね見ていきますが、まずジャンコードですね。はい、こちらになります。はい、でエコー金属さんの商品ですね。はい、エッジで手指を傷つけないように注意してくださいと、あとフック部分に引っ掛けましょうとっていうことですね。まあ実際ちょっとやってみましょうか。じゃあ開封します。この時期になってもね、新商品が出るっていうのは、この時期はまだあれですかね、結構キャンプのハイシーズンだからかな。はい、できました。微妙なサイズのね、こういうものがね出たっていうね、非常に嬉しい限りですね。はい、網はねいくつあってもいいし、いろんな使い方をするのでね。猿の使い方は変わってるので、おそらく参考になりません。こういうのがあると私個人的にはね非常に嬉しいと思います。はい、完成しました。こんな感じですね。結構高さがありますね。測ってみると確かに12センチちょうどぐらいですね。ちょっと品薄でね、なかなか入手困難になってるみたいですけど、セリアのソロトーチ、まあこんなのでね、火をつけて調理するときもちょうどいい高さという感じになってますね。はい、なかなかね、面白いサイズの、網じゃないかなと。イラストではね、メスティンとか置いてますけど、こういうね、キャンドゥの鉄板、330円のやつですね。まあ、こんなのもね、ちょうどいい、サイズになりますよね。シェラカップと、シェラカップサイズのね、各種案、これセリアで買ってきたね、ブッシュクラフトっていう、まあいろんな形でね、金属のテーブルなので熱にも強いというふうなところはね、使い勝手がいいなと。まあおつまみ入れてね、ちょっとロックをこちらに飲んだりとか。したがってこちらのね、コンパクトグリル、こちらとね同じ横幅ですね。ただ、縦の長さはね、これの 1.5 倍ぐらいあるかなという大きさとなります。もちろんこちらのタイプね、ダイソーの丸四角網、これよりもね、はるかに大きいです。まあ、縦が15センチですよね。で、横が25センチあるということでね、すごくね、今までなかったサイズの網ということで、使い方がいろいろあるんじゃないかなというふうに思います。猿は炭火トースターと呼んでます。はい、あと下の段にね、12センチの高さがありますので、まあ、使わない食器なんかをね、置いといてもいいんではないかなと。猿は高さ12センチ以下のシングルバーナーを持ってないので、セリアのパッケージのような使い方が試せません。岩谷のジュニアは五徳を畳むと使えましたが、針金が華奢だし、あえてこの使い方をするメリットはなさそうです。これダイソーの 450ml の一番大きなマグですけど、はい、こんなのもね普通に入りますので、まあ食器を使って洗ってちょっとこうね干しといたりするときには、こういう網なんかにも使えますし、なかなかね使い勝手がいいケースもあるんじゃないかなと思います。ということで、猿が一番気に入ってる使い方は炭火トースターなので、一応共有します。炭どこは、猿が過去に動画アップしたセリアのコンパクト焚き火台を使います。焚き火台は側板を湾曲させたり、ロストルを自作してますので、気になる方は過去動画でご覧ください。炭はセリアの火起こし器を使いますが、朝なので面倒ならキッチンのガスコンロで着火するという手抜きもできます。着火した炭を並べればトーストを置いてじんわり眺めましょう。焦げやすいので目を離さないよう注意することと、パンはナイフで切り目をやると一層美味しいのでおすすめです。猿は余った炭を使って同時にコンパクト焚き火台で湯を沸かしています。焼けたパンは少し横にずらしておけば、コーヒーが入るまでにパンが冷めることもありません。炭火で焼いたトーストはカリカリ感が増すので、焼きたてにバターを塗っていただきましょう。食べ終わった後は炭火が燃えるまでじんわりとコーヒーをおかわりしながらぼんやり過ごすのがおすすめです。はい、ということで、網はね、いろんなサイズを持っていくといろいろ使えますし、使い捨てなんでね、基本的にはどうしてもね、消耗していくので、またダメになったら新しいものを買うっていう感覚ではあるんですけど、便利かなと思って紹介させていただきました。
はい、今回もね、何らかの皆さんのキャンプ道具選びの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。